こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はバッグの中身を3人で紹介していこうかなって思っております。ミラオエンのさ、バッグの中身の YouTube がすごい人気だった。あの時からやりたいなと思い1年ちょっと経って、とりあえずみんなバッグ持ってるよね。はい、どんなバッグ持ってるの？バッグ紹介しようよ、先に。せーのじゃん。あ、ちょっと出ちゃった。あ、出ちゃった。見えちゃった。せーの、じゃん。あ、サイズ感が一緒。あ、確かに。一緒ですね、みんな一緒だ。最近これよね、インスタ。お気に入りです。お気に入り。マリナさんは？私はちっちゃめセリーヌバッグ。かわいい。荷物はこれだけでは私は入らなくて、会社行くときはこれと、サブバッグはこういうトートバッグを持って、スヌーピーミュージアムで買ったかわいいやつで、形状記憶がないタイプのトートバッグが私は好きで、2個持ちです。りんちゃんは？りんかさん、でもそれ私見たことないです。これがジョイグライソンっていう韓国のブランドのバッグで、でも革はイタリア製の革を使ってて、韓国って聞くとちょっとプチプラとかっていうイメージなんですけど、本当に本格的なカバンになってて、だって高級感もね、はい、なんか3万4万前後で買えるので、手に取りやすい本格派バッグ。じゃあ一人ずつ中を紹介していきましょうか。はい、勝った人が一番ね。最初はグッジャンケンっぽい。嘘。はい、すごいな。じゃあ買っちゃったので私から紹介していきます。こっちのバッグともう一個かなりデカめの、仕事の時結構デカいやつ持ってきてるんですけど、ピケちゃんなんですけど、また割れました。かわいいと思って買いました。で、この大きいサイズのサブバッグとこっちのバッグがあるので、ほとんど実は大きい方に入れてて、こっちはお財布と会社の携帯。すごいリアルな。どうしよう、社員証、お家の鍵。かわいいですよね。私3姉妹なんですけど、お姉ちゃんもいるんですけど、3姉妹で初めてディズニーに行った時にみんなで揃えて買いました。かわいい。あのお姉ちゃん、私、妹です。決まってんだ。仲いいね。仲いいですね。もう私こっちのバッグには今日はこれしか入れてません。少ない。そうなんです。いつもはもっと有名なんですけど、お出かけの時は割とこっち1個で済ませて、お仕事の時は私めちゃくちゃ水飲むので、タンブラーとか入れるのに大きい方を使ってるので、こっちに甘えてます。お化粧ポーチ、懐かしい。え、わかります？懐かしいですよね。パンパンなんですけど、スナイデルのムック本ですよね、が出た時のムック本のノベルティでまだ使ってます。何年前だろうね。めっちゃ前ですよね。私入社するずっと前でした。今日はマリナさんに見せようと思って。そうです、いつも使ってるけど。あとピケちゃんのポーチです。こっちはお化粧品じゃなくて、最近乾燥してたんで龍角散、超リアルなやつと、ネイルオイルとハンドクリーム、めちゃめちゃ減ってる、フェイスミストとか、これ大事です、シミ取りレスキュー。入れてるんです、ね、入れてます。私めちゃめちゃこぼすんで。で、こっちのポーチとラッフィーのポーチ、これは充電器系とか、これもめちゃめちゃ大きいんですけど、こういうの入れてます。ディズニー大好きなんで、こういうの持ってます。はい、月1回ぐらいディズニー出るよね。多い時はでもそれぐらい、ね、ディズニーの年パスを持つのが夢なので、いずれ持ちたいなと。ハンカチ、スナホームです。これもブルー、可愛いなと思って買いました。あ、こんなとこにあった、ないなと思ってたんです、私の携帯。あとは結構仕事とかで髪まとめたいってなる時多いので、シュシュ、これスナイデルのちょっと前のやつです。あと今日のチョコレートと今日のパン。ちょっと潰れてるよね。ちょっと潰れてる。まあまあ、あのギュッてした方が美味しさもギュッ。後で食べます。以上、私のバッグの中身でした。じゃあ次私。まず、じゃあこのいつものバッグから。みんなと一緒で携帯は2台。プライベートと社用が入ってます。あとはポーチ。え、これはさ、銀座三越のノベルティで配ったやつだよね。はい、そうです。オープンのノベルティでお配りしてた。お配りしたポーチを使っております。あとは、あ、これ見て。年始に
タイに行ってきたんです、うん、こういうなんか手作りのゾウさんのポーチなんですけど、なんかタイっぽいから買ったんです。でも何入れたらいいか分かんなくて、買ったはいいものの、うん、悩んだ挙句エアポッツケースにした。でもサイズが確かにめちゃめちゃちょうどいいです、ね、いいでしょ。でね、このエアポッツも名前入りにしてるのよ私。だからこれのケースをつけちゃうと、うん、せっかく課金したのに名前が見れないからケースつけられないし、どうしようかなっていう時にいいのがあったじゃんと思ってこれに入れてます。また行ったら買ってくるね。欲しいです。タイタイすっごい楽しかったから。あとは、あ、社員証でしょ。タオル、これはね、牧場で買ったの。可愛くない？可愛い。行きつけの牧場が4つ。ないないない。居酒屋みたいに言うよね。絶対私のインスタ見てくださってる方は知ってるはず。行きつけの牧場、大体出てくるときは 4、5 箇所あって、うん、そこの中でも一番お気に入りの牧場で買った牛さんのタオル。で、なんか子供用のよだれかけとかさ、うん、靴下とかもあるわけ、牛さんで。買おうかと思っちゃって。あとは名刺入れ、名刺入れはマルニの名刺入れ使ってて、これね、紙なの、ダンボールみたいになってて、おしゃれなんですけど濡れたら終わりで。あ、防水とかではない。うん、紙なの、大事に使わないとどんどん切れちゃうし、濡れたらね、ふやふやってなっちゃうから、大事に使うマルニの名刺入れと、カードケース、クレジットカードを分けてて、ここにクレジットカード入れてます、マイケルコースで。財布はちっちゃいやつ、これはステラマッカートニーです。あとはハンドクリーム、あ、韓国の、韓国の、かわいい、かわいいよね。え、匂いたいです。いい匂いなのこれ。え、めっちゃいい匂い。あ、ほんとだ、いい匂いだよね。何の匂いですか？いや、わかんない。わかんないけど、韓国行った時に一番人気って書いてあって、ここに人が殺到してたから、じゃあこれじゃん絶対と思って買った。あと鍵です。鍵がいつものバッグの中で、とそのクリップなんかコマちゃんが見えるんですけど、私なんかいつもバッグについてるのね、これ。これも韓国のサイトで買ったのかな、くまさんのピンで、ご飯食べる時に紙まとめる用で使うことがほとんど。ご飯用にバッグにくっつけてます。でしょ？で、冒頭に話したスヌーピーミュージアムで買ったこのトートバッグの中にはお弁当を入れてます。お弁当？お弁当。あ、あと傘。兼用の折りたたみ傘を入れてます。スマホサイズぐらい。あ、確かにそんぐらいじゃない？同じぐらいよね。そう、すごいちっちゃくて、これプラザで買ったんだけど、ちっちゃいこういうバッグにも入るし、とっても便利なんで、これを毎日持ち歩いてますと。あ、やばい、昨日さ、りんちゃんとさ、スナイテルビューティーお買い物に行ったじゃん。あ、行きました、ね、それ家に置いてきてないで、そのままバッグに入ってた。私も今日1個持ってきました。あ、本当？マイナさんも買ってたパウダー。あ、これですね、はい、なぜかパウダーは出したのに美容液をバッグに入ったままだったんで紹介しますね。バランシングフローラブースターっていう美容液なんですけど、そう、これはもともとりんちゃんが買いたいって言ってて、あの前にさ、あれだよね、発表会でもらったんだよね、一番最初は、はい、で、すっごい良くて買いたいって言ってて、私はパウダーが欲しくて一緒に買い物行ったら2人ともお互い欲しいものも買ってた。私はパウダーと美容液買ってるし、りんちゃんも同じものを買ってる。このブースター、まりちゃん使ったことある？ないです。見たい見たい。どんなの？どうぞ。いいんですか？見たい、どうぞ。見たい。匂ったりしてみて。めっちゃいい匂い。つないでるビューティーの匂いだ。風呂上がりとか、とりあえず出たらそれ。そう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 。今日そのブースターと傘買いに行こう。傘も気に入ったの。前に美人百花さんが私のバッグの中身を特集してくださった時があって、その時もすごいこの傘人気で、皆さんからやっぱサイズ感がいいよねっていう話になって、うんうん、バッグに入るのがめちゃめちゃいい。そうなのよっていう感じ。私のバッグの中身はでもなんか茶系統ですね。あ、そうだね、こういう感じ、うんうん、腕も茶です。本当ですね。あ、びっくりした。そうそう、これもすごい質問来るんですよ。アップルウォッチのバンドどこのですかってすごい質問いただくんです、個人のアカウントで。これあの楽天でアップルウォッチバンド革って調べて出てきたやつなんでノーブランドなんですけど、おしゃれじゃない？二重に巻ける
アップルウォッチのバンドになってて、でもねちゃんと日傘はしてるんです。でちゃんと毎日朝日焼け止めも塗ってるのにやっぱ焼けるの見てわかる。アップルウォッチ焼けしてきてるの。ちょっとまだ5月じゃん。恐ろしいですね。こっから気をつけた方がいいよ。とりあえず傘はすぐ買って、はい、顔は守れるから確かに確かに。そうそうそう、なんか対策しないとと思って、今飲む日焼け止めとかすごい気になってて。わかります。なんかそういうのも探し行こう。はい、みんなでもうすぐスナイデルビューティーやってください。おすすめ。私そのパウダーもすっごいおすすめだから、ちょっと私今日それ抜いてきちゃったからりんちゃんに紹介してもらおう。まあ楽しみかなね。ちょっとはい、りんちゃん次。はい、そしたら私のカバンの中身をご紹介させていただきます。まずは、まあ、お二人と同様社用携帯と私用携帯。カバンがさっきご紹介した韓国のブランドのジョイグライソン。なんかデザイナーさんがカルバンクラインとか、うんマーク・ジェイコブスとかをもともとやってたみたい で、韓国生まれニューヨーク育ちっていうことで、すごいニューヨークっぽいデザインのカバンが多くて、どれも可愛くて、韓国ドラマとか見てるとそのブランドのカバンをよく持ってるっていうことが、はい、多くて、これは色違いを私ハン・ソヒが好きなんですけどもがお持ちになられていて衝動買いしました。中身が鍵ケラケラケラかわいい。はい、みんな緑のなんかついてる。ついてますね。でもこれ私自分でつけたんじゃなくて、友達につけられた。本意ではない。そのままつけてます。あと財布がボッテガ。あとはあさっきマイナさんに。あ、これ出ました。言ってたパウダーなんですけど、これがあのスナイデルビューティーから最新で出ているフェイスパウダーで、うん、肌を白くしたいっていうので、ラベンダー系の下地とかパウダー使うことが多いんですけど、これも。これだ。はい、気になってた。マーク。刻印かわいいよね。かわいい。かわいくて、で機能性もバッチリ。これ去年もあったのね、うん、で去年、うん、すっごい欲しかったんだけど、うん、気づいたのが遅くて、うん、もう完売してて、買えなかったの、うん、これね、SPF50 なの。パウダーで？そうね。入ってるんですか？そう、だからさ、夏ってさ、お化粧直しの時に日焼け止めも塗り直したいじゃん。うんうんうん、このプレストパウダーが SPF50 だから、うん、お直しで日焼け対策ができるの。めちゃめちゃいいじゃないですか。でしょ、そこが私のおすすめポイントなんて。めちゃめちゃいいじゃないですか。スナイデルビューティーの PR 並みにこれ貸せるの。今私すごい惹かれてます。2色ですか？ベージュと、うん、このラベンダーが2色あって、うんうん、ベージュは試したことないから分かんないんだけど、うんうん、私もなんか透明感欲しくて、うんうん、PA もあの4プラスだから、うん、すごい高機能なの。なぜ持っていないのですか。女神様の声が聞こえる。もうすぐ走ってください。じゃあこの後、はい、すいません、ちょっと早く上がります。はい。あとは細々したもので、これが櫛なんですけど、うんうん、コーム。私よく髪を溶かすんです。で今まであのホテルでもらえる折りたたみの櫛とか使ってたんですけど、うんうん、いい加減ちゃんとしたの使おうかなって思って、これがラブクロムとコスメキッチンがコラボレーションしてて、このブルーの石っていうんですかね、仕事運とかそういう系を意味してるらしくて、このコーム自体も静電気を起こしづらいとか、なんか髪をいたわってくれるコームで、本当に溶かすだけでサラサラになる超万能櫛。やってみてください。え、いいんですか。なんか溶かしやすい。そう、なんか絡まらない。いくら取られるんですか。これも私的最近おすすめの一個。あとはミンティアとリップが今はチフレを使ってます。で、香水はイソップのマラケシュで、あとは最後目薬、繊維が入っちゃって、うんうんうん、よく鏡とにらめっこしてて、これめちゃめちゃいいです。洗顔液、これを本当に持っとくとゴロゴロした時とか目洗い流せるので、おすすめです。ありがとうございました。ありました。ございました。どうでしょうね。ちょっと今日私はお買い物しないといけないものがたくさんあるので先に上がらせていただきますね。何と何でしたっけ。おさらいですね。おさらいですね。スナイデルビューティーの美容液とプレストパウダーと、あと傘と、あと洗顔液。あとコームも。あ、そうです。すごい。今日一日じゃ買えないので土日は買います。、はい、皆さんもめちゃくちゃおすすめなのでぜひ一緒に買いましょう。さ
参考になれば、はい、ね、いいなと思って、はい、バッグの中身紹介でした、はい、ありがとうございます。あ、そうだそうだ、ゲットレディウィズミーも先週アップしたじゃない、はい、え、次何がいいかな、何がいいね皆さん何が見たいですか？スナイデルでもし見たい企画とかあれば、ぜひコメントしていただけると嬉しいです、はい、ではでは、また大丈夫でした。痛かったよね、今ね。痛かった。痛かったよね。